静岡県庁静岡県庁舎の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成左端が別館、隣が東館、その手前の低い建物が本館。右端が西だって、その斜め奥は静岡市役所静岡庁写真館である。静岡県庁舎は、 静岡県静岡市青井区大手町に位置する静岡県の行政機関が入居する建物である。登録有形文化財。1937年完成。地上5階建てで3階に議場がある。1934年の検証設計当選案に基づき、静岡市庁舎本館の設計者である中村あた平が実施設計。 コンクリート作りのビルに瓦屋根を乗せた低管様式と呼ばれる和洋折衷の建築物で上から見ると火の形になっている。地上16階建てで1970年5月完成1988年7月に耐震補強及び外装改修工事を実施し今に至る文化、観光部等が入居する最上階の16階に 食堂、喫茶、15階に、託児所、2階に、県民サービスセンター、案内所、県民ラウンジや喫茶ピアがある。喫茶ピアは、社会福祉法人名公会が運営する障害を持つ、人が働く喫茶コーナーで、受産製品展示販売コーナーを併設している。地上10階地下1階建てで、教育委員会等が入居する。 4階に、食堂、喫茶が入り、2階に、駿河銀行県庁支店、キャッシュコーナーがある。静岡県庁別館は、地上21階地下2階建てで、地上部鉄骨作り、地下部鉄筋コンクリート作りである。高さはアンテナまで含め110メートルほど。県危機管理部、危機管理センターや警察本部、通信指令本部などが入居する、この別館は、 東海地震発生時に、政府、自衛隊、警察、消防、県内各市長等、関連各機関からの情報を集約し、意思決定と指示を行う、災害対応拠点としての利用を念頭に、優れた耐震性、ディザスタリカバリ性能を備えている。設計上は、マグニチュード8の大地震が直下で発生することを、想定し、地震度70カインでも、 全く問題ないとされている。また、建築資材として鉄骨には、通常の1.1倍の強度を持つ公共土庫を採用。骨材の厚みは、最大55ミリメートルに達している。建物の転倒防止策として、地中連続壁を地下42.5メートルまで、挫折している。電気や水道などのライフラインには、フェールセーフ機構が採用されている。 二箇所の異なる変電所から緊急受電設備を二回線付設するとともに、無停電電源装置や発電機を備えている。給水系統も二重化され、さらに単独給水設備の井戸が掘られている。建物内には、災害時のエネルギー供給用に10万リットルの重油を備蓄しており、災害時における職員の業務継続。 および通信システムの無停止運用を可能にしている。屋上には、警察、消防、防災など、危機管理に関連する初期間のアンテナが林立している。最上階の21階には展望フロアがあり、事前予約や、受付なしに、一般の見学が可能である。ただし、静岡県警察本部が入居しているため、一般的な展望台施設とは異なり、 警察官が多数配備されている。それ以外のフロアは、セキュリティ上の観点から完全公開はされていないが、危機管理センターなどは、一般公開される場合もある。他の地方公共団体の職員や、議員の視察など見学者も多いが、県外からの来訪者はその異様に驚くことがある。また、原子力災害の発生時には、 静岡県浜岡原子力防災センターと連携して対応を行う。ありがとうございます。